ウロ関係は、ウクライナとロシアの関係のこと。ウクライナとロシアの関係は、中世に遡る。9世紀には、ウクライナの地を中心としたキエフ大公国という国家が存在した。12世紀にその国家の北東部は分離し、モンゴル帝国の来週後に、ロシアの原型であるモスクワ大公国となった。ロシアはモンゴルに従属していたが、15世紀末に、 完全に独立した。一方、ウクライナは、キエフ大公国の滅亡後に、ハーリチ・ボルイーニ大公国として存続したが、14世紀末に、モンゴルに抵抗するための同盟国であったポーランドとリトアニアによって分割された。以後、ウクライナの諸公とコサックは、ポーランドとリトアニアに従属し、東欧の支配をめぐるロシアとの戦いに参加した。1648年に、 民族的、宗教的外圧のためにウクライナコサックは、ポーランドからの独立戦争を起こし、ポーランドと戦うために1654年にロシアと同盟を結んだ。ロシアは戦争に介入したが、1667年にポーランドと単独講和し、アンドルソボ条約により、ポーランドとのウクライナの分割を行った。コサック国家は分裂し、その東部は、 ロシア帝国内における自治国として1787年までに存続した。18世紀末にロシアは、シーの廃止、ポーランド分割とクリミアアセ国の併合を行ったことにより、西部を除いて、ウクライナの全領域を支配下に置いた。ウクライナの自治性が廃止されたものの、ウクライナ人の多くは、ロシア帝国の運営への参加が許された。ロシアはウクライナで、 ロシア化という同化政策を進め、ウクライナ人のコサックと農民を、降下さす、シベリア、中央アジアと極東の植民地化に利用した。1918年、ロシア革命後に、ウクライナ人はウクライナ人民共和国の独立を宣言したが、ロシアの赤軍に敗れ、1922年に、ウクライナ社会主義共和国という外来政権として、ソ連に取り込まれた。 1920年代から1940年代にかけてロシアの共産党はウクライナの重工業化、集団農場化、共産化を行った。その結果ウクライナ的な生活様式と多くの文化財が崩壊され、1932年から1933年にホロドモールと呼ばれる人工的な大飢饉が起こった。また、1920年代にウクライナ人が 多数派であった地域のスタブロポリ地方、クラスのダル地方、スタロデュブなどをロシアに併合し、1954年にロシア人が多数派であったクリミアをウクライナに譲った。1991年にソ連が崩壊し、8月24日にウクライナはソ連から独立を宣言した。12月5日にロシアはウクライナ独立を承認した。トゥーズラ島の12010年のハルキウ条約。 古くからの密接な関係にもかかわらず、1991年以後、ウクライナとロシアの両国関係には、緊張が続いている。その他に、ウクライナとロシアの間に、歴史認識の問題の評価の際、ウクライナ国内における、ロシア語の公用語化の問題、ロシア国内における、ウクライナ人のロシア化の問題、NATO EU、関税同盟へのウクライナ加入の問題などが、 未解決の問題が存在する。2013年は、ウクライナの国内経済が低迷し、大ロ輸出が輸出額の約4分の1となり、ロシア依存を強めた。同年11月22日、欧州連合加盟への第一歩となる連合協定締結に関する作業を停止すると発表した。12月17日、モスクワで、ウロ首脳会談が開催され、 EU 接近を踏みとどまったウクライナに対してロシアは1500億ドルの融資や対ウクライナ向け天然ガス価格の30%値下げなど巨額の経済支援を約束した。一方でウクライナ国民の間では対路接近に反対する市民が首都キエフを中心に大規模なデモを繰り返した。2014年1月24日、デモ隊と警官隊が衝突し、警官隊に負傷者が出た。 2月20日、キエフ市内で大規模な反政府デモが起こり、当局と衝突。2月20日まで77名の死者を出した。2月22日、ビクトル・ヤヌコービチ大統領は、野党側が要求してきた、大統領選挙の前倒しなどを宣言。危機回避の合意文書に、野党側と署名した。一方で、ウクライナ最高会議は過激化したデモ隊の要求に応じて、 ヤヌコービチ大統領弾劾法案を可決し、さらに週刊中のユーリア・ティモシェンコ元首相を釈放するための刑法改正案も可決した。結局同日、デモ隊はキエフの政府庁舎を制圧。最高会議は大統領解任決議を可決し、ヤヌコービチ政権は崩壊した。ヤヌコービチ政権崩壊によりウクライナは東西分裂もはらむ。 一大局面を迎えることとなった。2月23日、ウクライナ最高会議は、ヤヌコービチ政権が2012年に制定した、ロシア語公用語法を撤廃、ウクライナ語のみを公用語とした。東部ウクライナはロシア語を母語とする住民、ロシア人が多いため、東部住民やロシアの反発が高まることが観測された。ウクライナをめぐり、欧米とロシアの駆け引きも活発化していった。 2月24日、ウクライナ大統領代行のオレクサンドル・トルチノフ、最高会議議長は、キャサリン・アシュトンを欧州連合外務、安全保障政策上級代表と会談。アシュトンはウクライナに支援の用意を表明した。また、アメリカ合衆国の j ェイカー・ニーホワイトハウス報道官も米国が、世界各国とウクライナの経済改革に必要な支援を行う用意があることを表明した。 一方、ロシアは2月23日、前年に合意した対ウクライナ支援の凍結を表明したが、翌24日一転して支援の用意があることを表明した。また、同日、ドミートリー・メドベージェフロ首相は、ウクライナの新体制について正当性に大きな疑問があるとの見解を表明した。2月26日、ウラジーミル・プーチンの大統領は、 ウクライナ国境のロシア軍に対して演習のため出動を命令した。クリミア半島では暫定政権への移行に反対する親ロシア派のデモが拡大し各地でロシアへの帰属を求めるなど緊張が続いた。2月27日、クリミア自治共和国議会は武装したロシア系住民が周囲を取り囲む中、ウクライナ大統領選挙が予定されている5月25日同日に ウクライナへの帰属を問う住民投票を実施することを決定した。2月28日、シンフェロポリの空港がロシア系武装集団によって一時占拠される事件が起こる。インタファクス通信はロシア軍がセバストーポリの空港に配備されたと報じた。同日、政権崩壊後、所在が明らかになっていなかったヤヌコービチはロシアのロストフなドヌーで会見し、 大統領を辞任しないことを表明した。3月1日、ウクライナのアルセニー・アチェニューク首相は、クリミア半島における、ロシア軍の出動は中流協定違反だと批判した。3月1日、ロシアのプーチン大統領は、クリミア半島での軍事作戦ロシア連邦議会、上院連邦院に提案し、上院は全会一致で軍事介入を承認した。3月1日、 3月2日の両日、国連安全保障理事会では緊急会合が開かれ、ロシア軍の展開をめぐり、ウクライナのセルゲイエフ国連大使とロシアのビタリー・チュルキン国連大使の間で侵略会中で応酬があった。3月2日、ウクライナのトゥルチノフ大統領代行は、ウクライナ軍に対し総動員令を発し、予備役の召集開始を命じた。デニツ外相は、アメリカ合衆国。 欧州連合、北、大西洋条約機構に対し、あらゆる防衛手段を検討するよう要請した。ヤツェニュク首相は、ロシアに大使軍を撤退させ、政治的対話に応じるよう求めた。一方、1日に、ウクライナ海軍総司令官に、3月3日、インターファクス通信は、ロシア軍が、ウクライナ軍に対して3月4日午前5時までに、降伏しなければ、 攻撃を開始するとの最後通告を出したと報じた。セバストーポリのロシア国会艦隊司令部はこの報道を否定した。3日、国連安保理事会緊急会合でウクライナのセルゲイフ国連大使はロシア軍が2月24日以降空路や回路で兵員約1万6000人を投入したと批判した。3月4日、ロシアのプーチン大統領は ロシアによるクリミアの実効支配が進んだことを受けて記者会見で武力行使の可能性は消えたとし、ウクライナへの本格的な軍事介入とクリミア自治共和国のロシア連邦への編入を否定した。3月6日、クリミア自治共和国最高会議はクリミアをロシア連邦に編入するか否かを問う住民投票を当初予定していた3月30日から前倒しして、 3月16日に実施することを決定した。また、最高会議は、ロシアのプーチン大統領に対して、クリミアをロシアへの返入要求を全会一致で決議した。クリミア自治共和国のテミルガリエフ外事副首相は、7割以上の市民がロシアへの返入に賛成するとの見通しを述べた。ウクライナのヤツェニウク首相は、クリミア自治共和国最高会議の決定は違法であり、 住民投票に法的根拠がないことを表明した。ロシアのプーチン大統領は安全保障会議で、クリミア最高会議の要請を協議した。3月7日、ウクライナのトゥルチノフ大統領代行は、クリミア自治共和国最高会議が決定したクリミアを、ロシア連邦に編入することを問う、住民投票を無効とする大統領令を発布した。 クリミア自治共和国最高会議議員団がモスクワを訪問し、コンスタンチノフ最高会議議長は、ロシア上院連邦院のワレンチナ・マトビエンコ議長と会談し、住民投票時に国際監視団の招整を要請した。マトビエンコ上院議長とセルゲーナ・ナルイシキン、下院議長は16日予定の住民投票について全面的な支持を表明した。3月7日夜、 セバストオポリ近郊に駐屯するウクライナの防空部隊に対しロシア軍が投降を呼びかけたが、ウクライナ側は拒否した。3月9日、ウクライナの首都キエフで、タラスシェフチェンコ生誕200周年記念式典が行われた。各界要人らの演説では、南部クリミア半島でのロシアの実行支配への批判が目立ち、1万人超の参加者は時折、 プーチン出て行けなどと叫んで規制を上げた。3月10日、クリミア自治共和国バフチサライ近郊にあるウクライナ軍基地をロシア軍とみられる部隊が襲撃し発砲したとインタファクス通信が伝えた。ウクライナ軍将兵に怪我人はないとも伝えている。クリミア自治共和国のセルゲイアクショーロフ首相は3月16日の住民投票で独立が承認されれば 数ヶ月以内にロシアとの統合を実現したいとの意向を示した。ウクライナのヤツェニューク首相は記者会見でクリミアで起きていることはロシアの責任でウクライナの一部であるクリミアでの住民投票を直ちにやめさせるべきだとロシアを非難した。3月11日、クリミア自治共和国最高会議はクリミア自治共和国とセバストーポリシのウクライナからの 独立宣言を採択したと発表した。宣言では3月16日に実施する住民投票後、クリミア共和国として、ウクライナから独立した後、ロシア連邦に編入されることが明記された。ビクトル・ヤヌコービチ前大統領は、ロストフなどヌーで声明を出し、自分が正当なウクライナ大統領であり、ウクライナ軍最高司令官であるとし、新政権を批判した。 3月12日、クリミア自治共和国のアクショーノフ首相は、住民投票で、クリミアがウクライナに帰属されるべきでないとの、投票結果が示された場合は2ヶ月以内に、ロシアへ返入が可能との見解を発表した。ロシア会員国家会議のレオニード・エドゥアルドビチ・スルツキー大議員は、住民投票に備え、ロシア軍がクリミア半島に部隊を送ったことを強く示唆した。 主要7カ国はロシアに対し、クリミアを併合すれば国際法に違反すると強調し、ロシアが軍を撤退させ対話を開始しなければ、制裁を強化すると警告した。ウクライナのヤツエニュク首相は、訪問先のアメリカでバラク・オバマ大統領と会談。オバマ大統領はロシアへの変異を問うクリミアの住民投票を認めない方針を改めて強調した。3月13日。 ウクライナのイーホリハルチェンコ駐日大使は記者会見でプーチン大統領はウクライナから出て行けと非難した。ウクライナ保健省はドネツクで暫定政権支持派のデモに参加した22歳の男性が親ロシア派のデモ参加者に刺され死亡したことを発表した。ロシアによるクリミア半島の侵攻に伴う初めての死者である。さらに 地元当局は衝突で16人が負傷し、うち13人は重傷と発表した。ウクライナのヤツェニューク首相は、国連安全保障理事会緊急会合に出席し、ロシアのクリミア侵攻を批判した。同会合に出席した、ロシアのビタリー・チュルキン国連大使は、ロシア政府が戦争を求めていないことを述べつつ、ヤヌコービチ大統領解任を憲法違反である、批判し、 クリミアの住民投票を擁護した。3月14日、ハリコフで衝突があり、2人が死亡、5人が負傷したと、ロイター通信が伝えた。ウクライナのアワコフ内相は15日未明までに、約30名を拘束し武器を押収した。3月15日、国連安保理は公開会合を開き、ウクライナのロシアへ返入を求める、住民投票を無効とする決議を審議し、 ロシアが拒否権を発動し、決議は否決された。モスクワでおよそ5万人がロシアによるウクライナへの介入に抗議して市中心部を更新した。3月18日、ロシアのプーチン大統領は、ロシア連邦議会上下両院議員や地方首長らを前にクレムリンで演説し、クリミア自治共和国のロシア連邦への併合を宣言した。ウクライナ政府は、 クリミアのロシア編入を決して認めないと表明した。3月19日、ロシア連邦議会会員国家会議は、クリミア編入条約を賛成多数、反対位置で批准。3月21日、上院連邦会議も、編入条約を満場一致で批准した。4月12日、新ロハブ総勢力がスラベアンスクの行政庁舎を選挙した。4月13日、 ウクライナのアバコフ内相はスラビアンスクで治安当局者一人が死亡したと発表した。また、ロシア通信はロ動派の活動家一人が死亡したと伝えた。トゥルチノフ大統領代行はウクライナ国民に向けた演説でスラビアンスクの行政庁舎を占拠している武装勢力が現地時間午前9時までに武装会場を行わければ大規模な大テロ作戦を実施すると発表した。 4月14日、トゥルチノフ大統領代行は、ウクライナ東部で施設を占拠している、シンドハ武装勢力が現地時間午前9時の退去期限を守らなかったことを受け、同勢力が武装解除に応じなければ対テロ作戦の一環として、軍も投入した、強制排除に踏み切る方針を示した。キエフにある在ウクライナロシア大使館、レオニード・ヤコブレビチスモリャコフ。 ユーリー・ブラディー・ミロビチ・ドゥビニン、イヴァン・パブロビチ・アボイモフ・ビクトル・チルノ・イルジン・フセボロド、ブラディー・ミロビチ・ロスクトフ、ミハイル・ユーリエヴィチ・ズラボフ、セルゲイ・ルボビチ・トロポフ、アレクサンドル・ペトロビチ・ルカシック・モスクワにある、ロシア・駐在ウクライナ大使館。ありがとうございます。